コロナ、またはコロナ地形と惑星地質学で呼ばれているのは惑星及びその衛星の表面にあるオボイド型地形である。コロナは金星と天皇星の第五衛星のミランダの両方に出現していることが確認されており、地表下の暖かい物質の有勝流によって形成されている可能性がある。金星上のフォトラコロナ金星の地球力学的表面は 玄武岩質火山活動のパターンと高度に変形した鉄製ラ地形や同心炎上に破砕されたコロナなどの圧縮及び身長構造変形によって支配されている。近世ではコロナは大きく冠のような火山になっているという特徴がある。コロナが最初に特定されたのは1983年で、 ソビエト連邦のベネラ15号とベネラ16号の宇宙船に搭載されたレーダー画像装置が以前は衝突クレーターと考えられていたいくつかの特徴の高解像度画像を生成した。コロナはマントル内の上昇する高温物質の押し上げ物が近くを上向きに押し上げてドーム型にした時に形成されると考えられている。その後、 溶融マグマが冷えて側面から漏れ出し、王冠のような構造がコロナとして残る。金星で最大のコロナは直径2 1 0 0トルのアルテミスコロナで、ついで変王コロナなどがある。天皇星の第五衛星のミランダ上のインバネスコロナなど、複数の小さなオボイド型地形は、そのサイズに比べても非常に大きいコロナを特徴としている。それらはイアピルによって、 氷が溶けて優勝流として形成されている可能性がある。ありがとうございます。